はい、どうも、こんばんは、小坂井です。今回もね、ポケモンを描いていきます。で、今回描くのが、エムリット、アグノム、ユクシーを描いていきます。ポケモンの純伝説のポケモンですね。確か、ルビーサファー？いや、違うな。その次か。ダイパか。ダイヤモンドパールで出てきたポケモンですね。純伝説のポケモンだった気がします。捕まえた記憶ありますね。そう。まあ、書いていきます。で、3体がこう仲良くこう戯れているような感じで、まあ、書いていこうかなと思います。で、そう、3体もいるので結構ね、書く労力はまあ3倍ぐらいになっています。そう、同じサイズの絵でもね、書くものが多いとその分労力がかかっていますけど、今回ね、前回の動画のコメントでテーマをね、募集したので、それを書いていきます。引き続きテーマ募集しています。ぜひね、なんか書いてほしいっていうのがあったら、ぜひコメント欄に書いていただけると嬉しいです。できれば結構ね、こうメジャーなやつにしてもらえると嬉しいです。ポケモン以外でも OK です。なんか、そう、例えばジブリのトトロとか、そう、そんな感じの、なるべくメジャーなやつで、はい、そこはお願いいたします。で、こんな感じで今回も描いていきます。結構ね、でも顔が今回難しかったですね。そう、結構ね、やり直して描き直して調整してやっていますね。なんかこうちょっと印象が違うなとか言って、そうやってますね。結構ね、修正まあ大事ですね。そう、絵を描く時って結構ね、間違いを直すっていうのが、まあ、重要になっていて、最初から完璧っていうのはまず無理です。まあ完璧なのね、一番いいんですけど、やっぱりどうしてもね、絵を描けていくとちょっとね違うなとか、そういうの結構あります。で、そういう時にこううまくね、こう直せる方法っていうのをこう上達していくと、まあいいかなっていう感じですね。そうすると絵がね、めちゃくちゃ上手くなります。で、こんな感じで最初にね、うっすら色をのっけてからだんだんね、濃くしていく描き方が一番描きやすいかなと思います。最初はアクリル絵の具をね、水を多めでこう全体的にこう全体感をね、作っていって、で、こうやって後から色をね、少しずつ濃くしていきます。そうすると割と失敗が少ないかなって感じですね。まあ、アクリル絵の具なんで上からね、全然塗りつぶすことができます。水彩絵の具だとね、重ね塗りが結構難しかったりするんですけど、アクリル系の絵の具ならどんどんね、重ねられるので、まあ修正もね、しやすくて、まあ使いやすいですね。で、今回ちょっとね、背景が明るすぎたので、後々ガラッと変えます。そう、このポケモンがね、結構ね、体が明るい色なんですね。空色なので、結構ね、背景と同化しがちだったんですよね。なので、こう絵としてはこうあんまりね、引き締まってない感じがしたので、なんかねパッとしないですよね。なので、後でガラッと変えます。こうやって無理やりこう頭の色を濃くしたりとか、なんかそうやってちょっとね、なんかどうにかしないかな、なんないかなと思って、いろいろ試した結果ガラッと変えます。なんかこうやってちょっと背景をね、暗くしてみたりとかして、ちょっと悪あがきしつつ、そう、塗り直していきます。で、こんな感じで全部黒くしましためちゃめちゃ変えちゃいました。でも、こっちの方が結果的に断然良くなったので、まあいいかなって感じですね。まあ、ホタルがね、いる、なんかヨーロッパ系しました。ポケモン世界にホタルがいるかわかんないですけど、はい、こんな感じで今回は完成です。ぜひ皆さんも描いてみてください。それではまた。